はい、うさおチャンネルです。今日はね、うずらを触りまくっていこうと思います。うちのうずらたちなんですけどね、普段はね、なかなかね、触ることができないというか、特に冬場はね、嫌がってしまってあまり触れないんですけど、やっぱりこのね、ツルツルのうずら触りたいですよね。まずね、餌を食べているうずらはね、警戒心が低いので比較的容易に触ることができます。こうやってお腹が減っているとね、けどね、やっぱりこの嫌がって逃げてしまうこともあるので、そういう時はね、うずらのお尻を触りましょう。お尻まではね、あまり感覚がいってないみたいで、こうやって触ることができます。お尻をなでなで。